1月売りの雑誌付録と、年末年始のご挨拶やお知らせ、雑誌付録また雑誌にかけた年間の費用、2020年のプレゼント企画、ライブのお知らせや今後の動画の方針など。では前半、1月分の雑誌付録ムックのご紹介、発売日順に発表します。リンク先がわかるものは下に書いておきます。概要欄は文字数オーバーになっちゃうので、コメント欄に固定で後でアップしておきます。お値段や付録の中身は私が調べた段階での情報なので、発売日直前にもしかしたら変更になっている可能性もありますのでご了承ください。では行きましょう。レッツゲッターです。まず元旦売りから1月の1日、モズのビッグバックパックブック、ムックです。パワーアップバージョン、スペシャルパッケージ。セブンイレブン、セブンネットショッピング限定発売で、従来品は 10kg までだったのが、今回は 20kg まで積むことができる。リュックを背負ったままでも荷物が取り出せる。背面ポケットをつけたらしいです。パスポート、スマートフォンがフロントポケットに入るってあるんですが、パスポートってことは海外に行くと思うんですけれども、海外で背中側のポケットチャックで簡単に開くところにパスポートを入れるのはとっても危険です。ペットボトルや折りたたみ傘が入るサイドポケットが左右についてます。 NEXT 同じく元旦1月の1日売り、キューンショルダーバックブックスペシャルパッケージ。キューンはちょっとね、小ネタ挟んで面白い感じので、カバンのフラップを開くと内側にカバンっていうのが文字が見えるそうです。うさぎワッペン付きショルダーバック、ローソン HMV&BOOKS オンラインか、はロッピー限定です。 A4 の書類も入る、 500ml のペットボトルもすっぽり入る。これペットボトル縦に入るのかな。 NEXT 1月の7日、インレット1080円、アダムエロペのトートバッグです。でバッテのバッジが付いてるそうですが、取り外し可能なのでお好みで、色味がグレーで落ち着いた感じでいいですね。同じく1月の7日、インレットの増刊号です。アダム・エロペの開運財布、2つ折りかな、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定で、小銭入れもあるし、カードが6枚入るスペースが見えますが、あとはお札のスペース。 NEXT 1月の7日、大人のおしゃれ手帳の通常号です。1100円、パリスのエレガントな3層バッグ、一瞬レオパードかなと思うんだけど近づくとこんな感じで、上から見ると3層なのがわかりますね。中央がチャックで、両サイドはチャックなし、 A4 も入るサイズ、大きい、使い勝手良さそうです。内ポケットも小さいのが NEXT。 同じく1月7日、大人のおしゃれ手帳の増刊号、ハリスのバテーモチーフ付き長財布、オフホワイトかな、去年の今頃も全く同じのでっていうか私まだ持ってた。これすごくいいのは、外側にデザインロゴがないんですよ。こういう風に主張しすぎてないお財布の方が私好きなんですよね。90度開くっていうのも確か同じで、カード入れが横に入れるスロットが6、そして反対側にもカード入れがあるんだけど、そっちはね縦に入れるの、ちょっと不思議。あとは背中側にも薄いポケットがある。1月の7日、ステディの通常版ですね。1080円、クレーサスキルティングトート。今までクレーサスって大抵ネイビーで来ることが多かったので、読んでいくと落ち着いたネイビーと書かれています。限りなくブラックに近いネイビーかな。で合皮のキルティングで、外側のトゥーポケットが結構深い。そして増刊は1月の7日、ステディの増刊、クレーサスミニ財布とキルティングポーチのセット、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定で販売されます。色が書いてないんですよ。で三つ折り財布とコンパクトなポーチかな。でお財布はね、カードが 1,2,3,4 枚分までは見えるかな。あとはお札のスペース。 NEXT 1月の9日、モノマックスの通常号です。980円、ナノユニバース仕分けができる A4 サイズのバッグ。 A4 サイズだから
書類が多い方とか、面接の書類とかね、あと相手方からパンフレットをいただいた時とかは、3層構造、13インチの PC も入る。そして、モノマックスの増刊いきます。同じく1月の9日、モノマックスの増刊は、ナノユニバース、収納上手なショルダーバッグ、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定で販売されます。フロントポケットを開くと、本当に仕分けしやすくて、収納上手になりそうな構造ですね。ストラップはアジャスター付きで長さ調整できそうですね。バックインバックにもできそうな気がします。NEXT 1月の11スイート通常版980円、ジルスチュアートロゴトートとファーポーチ。もうスイートといえばジルですね。ファーポーチが気になっていて、ふわふわのポーチ、多分ね手触り良さげ。そして増刊号はスイートの増刊号もジルスチュアートロゴストラップ付きマルチウェイバッグ、これは買います。セブンイレブン、セブンネットショッピング限定発売。うちの事務所はセブンと契約してないので、コンビニに行かなきゃならんのです。実際こういうファッションアイテム、バッグアイテムはあるんですけど、雑誌フロークでは初の丸いポーチとスクエアのポーチがあって、丸いポーチが取り外し可能、そしてスクエアのポーチにのショルダーというかベルトがくっついている感じ。もうこれセットにするからこそこの良さが引き立つんじゃないかなと私は思っています。 NEXT 1月の11美人百貨840円、付録はオリビア・バートンのシェル型ポーチです。拡大してみるとチャック付きのポケット、反対側はチャックなしのポケットで、何よりも美人百貨は付録目当てではなくて私本紙目当てです。次1月の11バイラ760円、ミノンアミノモイストウルール美白ミルクマスク。バイラーのこれね、シートも柔らかかったし良かったです。ただバイラでこれ手に入れてもいいんだけども、この後々に発売される美容雑誌にアミノモイストのシリーズがいっぱい付録でついてくるんですよ。 NEXT 1月の15素敵なあの人1200円、タバサホワイトの腕時計。この白のベルトよく見ると二重巻きっていうのかな、文字が大きいんだそうです。私はドキン視なのですんごい近づけてみないと文字盤が見えないから、文字大きいのはすごく助かりますね。あとねこの12の数字の下にストーンっぽいのが見えます。まあ、多分プラスチックだとは思うんですけども。 NEXT 1月の15スヌーピー小さく畳めて大きく広がるボストンバッグブック。旅行とか行って帰りに荷物が増えたらコンパクトにまとめていたのをパンと広げて、こんなに大きなボストンサイズに広がる。で薄くて軽いんだけども、中は15キロまで入れられるそうです。で容量的には30リットルって言われてもピンとこないと思うんだけど、だいたい 2,3 泊できる量が入るって書いてあります。ボストンの裏側にスーツケースのハンドルにさせるところがあるんですよね。ループっていうのかな、これは非常に重要です。 NEXT 1月の17ジェリー880円でコスメ5点セット。なんかこれ RMK を彷彿させるんですけども、10色入りのカラーパレット、ミラーがついてきますね。あとはハイライター、コントロールカラー、透明グロス、あとはカラーマスカラ、バーガンディ。成分が気になるんだけど事前に成分がわかんないんですよね。 NEXT 1月の17ビスト、ただねビスト今回通常版と増刊と分かれています。通常版890円で3つ付録がついてきます。ランコムのジェニフィック、ピッタのマスク、あとはミラクルトックスのハリコスメ。まあランコムのジェニフィックは美肌菌、変性エタノール入ってるのにシミなくって不思議だったんですよね。ピッタのマスク、これもね買ったんだけど、今すごくいいマスクがあって、このマスクねこのほっぺたの横のとこまで覆ってくれるので、寝るときにつける用のマスクらしいんですけども、目的は喉というよりかは美肌マスクだから、潤いをねキープしてくれる。この形状がすごく良くて、
だからピッタ最近使ってないんですよ。でもね、ピッタは呼吸しやすい、喋りやすいっていうのかな、ウレタン素材だったっけかな。あとは増刊もあります。増刊は付録が4つかな。フランコムのジェネフィック、あとはオラクルのバラローション、これ知らない。ピッタのマスク、あとは入浴剤のバース、もう飛びつきましたよ。普通の炭酸とかとわけが違って、中性重炭酸、あのね、炭酸だとじわじわじわってこうブクブクブクっていうのが見えるけど、これはねすごい細かいから目で見えるようなレベルじゃなくて、細かいからお肌にそれがスーッと入っていって血行が良くなるんですよ。初めに使った時にお風呂の温度設定何度っていうのを決めていて、38度から42度のこの範疇で、季節によってまたはその日の気温によってまた体調によって変えてるんですね。で、本当1、2度の違いでも体は敏感に感じるので、これを入れてお風呂に入ったら、あれ私温度設定間違ったかなとちょっと高く感じた。で、1度から2度ぐらい上がったかなっていう感じはしました。次、1月の20日リンネルの通常号1000円です。ムーミンとサマーサマスマスのムーミンダニの仲間たちのポーチ2種類とネームプレート、大小サイズ違いのポーチは身の回りの小物の整理にぴったりで、お揃いで増刊いきます。リンデルの増刊、こちらもムーミンとサマーサモスモスのコラボ、ウッド調がおしゃれなムーミンハウス型置き時計。あのね、時計って今まで付録でいっぱい出てきたけども、置き時計っていうのは珍しいですよね。最近こうハウス型の付録すごく多いなと思います。増刊はセブンイレブン、セブンネットショッピングの限定販売です。はい、ここから美容雑誌連チャンでいきます。1月の22、マキア付録はランコムのファンデーション&スポンジ、イヴ・サンローランのピュアショット美容液1回分、スックの新しいリップが3色、トライアングルリップポーチ、ボーチェ。ボーチェはミノンアミノモイストウルツヤスキンケア6点セット。いろんなね、メイク落としから乳液化粧水ジェルパック、洗顔パウダーとかもね、ついてくるから、くびれるリップ枕。あとはランコムのジェネフィック。そして美的は2パターンあります。美的の通常号、美リップ溶性ブラシ。反対側がブラシ、もう片方がスポンジ。そして美的の付録違い版。そう、増刊号って言わないんですよね、美的は。付録違い版って表現。ロクスタンのイモーテル、オイルとセラム。あとは張り込みでオルフェスの夜用ジェルマスクがついてきます。そして、これは美容雑誌に出るかわかんないけど、アンドロージー。もう1080円で、アディクション。で、アディクションは4点セットで、トートと、あとメイク系に分かれます。まずトートなんだけど、メイクアップアーティストが持ち歩く、アーティストバッグのポケット構造を再現。トートのね、外側にポケットがあって、結構深め。アンドロージーとかのね、マガジンを横にして入る。結構大きいんですよね。プライマー、ファンデーション、そしてメイク落とし、オイルクレンジングがついてきます。次のアンドロージーは、これがアディクションのセットでしょ？で、こっちにね、増刊号とか書いてあって、アンドロージーに増刊号あったっけ？と思ったんだけどね。アビダの新作保湿ヘアケア3点セット。で、10ミリ、10ミリ、10ミリで、まんまの容量で旅行サイズだから、欲しいと思ったんだけど、宝島チャンネルと楽天ブックスで販売。1月の23、ジンジャーはまた写真がないです。820円、カードホルダー付きスマホグリップ。で、動画視聴に便利なスタンド。カードホルダー、ハンドストラップ搭載。大人ピンクって書いてある。色だけは分かった。おそらく、こう、スマートフォンの裏にペタって貼って、ま、指通してね、こうグリップにもできるんだけど、この隙間からカードを差し込んだとかにもできるタイプのことではなかろうかと思います。はい、そして1月の23、セクシー、ポール&ジョーです。ポール&ジョー、パペトリー、家計管理、マルチケース。これね、ピンク系のカラーっていうのを把握してます。
あとポール&ジョーのコスメ買うとパッケージでピンク系のあのパッケージとほぼほぼ同じデザインで、家計簿管理のあの手帳タイプのこれがゼクシーについてくるんだけど、ゼクシー300円、まあ首都圏版ではねめっちゃ安いんですよ。多分方向性はこういうファイルがこういっぱい入っててだいたい4枚とかなのかな。でお札分けて1週間分ずつお金入れたり、あとはポイントカード入れたりとか、なんかこう整理できる。これのポール&ジョーバージョン。次はね、1月の23、マックです。ホワイの MacBook 2178円。昔からあるブランドらしいです。バテのモノグラムって書いてある。バテ？これ。中央が本体チャック。で、前面と背面のポケットはチャックなし。3層になってるんですね。で、ストラップついてて、取り外しもできる。で、アジャスター付き長さ調整可能。NEXT。1月の23。イシェンタっていうものかな。バックブック2288円。アンティーク風の地図の柄をあしらったトートバッグ。内ポケットが1個見えますね。結構サイズ大きそうだけど、ちょっとサイズの表記がなかったです。ネクスト。これもムックです。読めない。英楽屋、ラークのガマ口バッグ。2398円。京都の老舗ブランド、ガマ口バッグ。外国人のお友達こういうの好きそう。紺だから着物にも合いそうだし、これから1月はね、和装で出かけること多いかもしれないけど、和装にこのデザインだと割と垢抜けた感じにはなるかなと思います。これ万華鏡柄らしいですね。ストラップとハンドルが紐っぽいんだけども、取り外しが可能です。ガマ口だけにすることもできます。NEXT! 1月の23、スプリング。通常号は980円です。人気のショコラティエ、ピエール・マルコリーニさんのトートバッグ。あとは、チョコレートをイメージしたちっちゃいポーチ。チョコポーチかわいいですね。で、本体のトートバッグは、ブラックのパイピングで、引き締まった感じ。外ポケットが2つ。そして増刊。スプリングの増刊は、ショコラティエのピエール・マルコニーニさんのスクエアタイプのトートバッグ。ハンドルもしっかりしてる。今回はハートのポーチ。レッドですね。バレンタインを意識してるね、これ。セブン系列でのみ販売です。1月の27、One After Another Nice Club Kilting Bag。ナイスクラップだ、懐かしい。ピンクベージュのキルティングショルダー。柔らかい印象です。横にリボンついてるけど、可愛らしすぎるなって場合は、このリボン取ってもいいかなと思います。で、ストラップはアジャスターがついていて、長さ調整が可能。結構長いな、ストラップ。斜め掛けもできるぐらいの勢いですね。内側はポケットが1個見えますね。NEXT!1月の27。これもムックで、ハリーポッター、トランク風ショルダーバッグ、2530円。ショルダーストラップもついている。お、結構長いね、ショルダーストラップ。内側にはポケットが2個見えるかな。ストラップは取り外し可能。そして、アジャスター付き長さ調整可能。そして、1月の28。グロー。まずは通常号から。1060円。ピエール・マルコリーニ、ショッピングバッグ。あれ、さっきもピエールさん出てきましたね。もうね、バレンタイン直前だからチョコだらけ。この写真が、あれ、なんかセピア色っぽいなと思って、Amazon の画像でこの色だったんで、一応公式ページも見に行って、でもね、この色だったから、買い物してから最後に巾着キュッと縛って、持ち帰れるっていうエコバッグ的なポジションかな。三角形にしてこんな風に使うこともできるんですね。同じくグローの増刊の方行きます。ピエール・マルコリーニチョコレートポーチ&付箋メモってことで、またピエールさんが増刊にも登場。アイスのポーチと、で、あと付箋はね、1個かな。私付箋はすごく使う。でもこのポーチは使い道ないかな。ふう、そして1月の28、大人ミューズ。まずは、通常号980円。バンヤードストームの立体ポケット付きトートバッグ。バンヤードはなんか前ムックで出た記憶がありますね。キャンバス地のトートバッグで、
前よりサイズアップしたって感じ。外側のポケットも深い。あとね、ロゴのすぐ横、ハンドルの横に金具、なんて言うんだろうこれ、ここに鍵を引っ掛けたりとかするのかな。では増刊いきます。大人ミューズの増刊はバイヤードストームのお財布機能付きショルダーバッグ、セブン系列限定で、でもね、中身の写真はなくて外見でしか判断できないんだけども、ダブルジップになってますね。なんか内ポケットはさすがにありそうな気はするけど、でショルダーはストライプっていうのかな、かっこいいしカジュアルにもなるし、取り外しできるストラップでアジャスター付きで長さ調整もできますね。1月の28、ウィズ790円で、ふくらはぎシェイパーのロング。これね、足首から下までいかないんですよね。足首で終わるのかな。私もね、メディキュットをいろいろ持っていて、履くとしても飛行機かな。大抵片道10時間以上とかのことが多いんですよ。メディキュットなくてもなんとかなったけど、でもあった方がちょっとは楽になるから、土踏まずの方までこうカバーして、ちゃんと足首のくるぶし付近がすごくむくんじゃうから、そこまでカバーして、で、つま先は空いてるバージョン。つま先まで覆ってしまうと、私巻き爪だから痛いんですよね。これの場合は足首の上ぐらいで終わっちゃって、足首のむくみを防止するのは難しそうな気がするかな。1月の28、モア860円です。エトボスの春に嬉しい3点セットプラスティッシュポーチ。他のシリーズいろいろ使って5点ぐらい使ったって方がいらっしゃって、コメントでめっちゃ詳しく使用感とか分かりやすく書いてくださったんで、もしエトボスを検討されている方は、まあ、今回の付録1月28売りのモアを買うっていう方法もあるし、あとその動画でね、いろいろコメント欄も含めて見ていただいて参考にしていただければなと思います。1月の30はネイバーフッドパム2805円。この白いキーホルダーみたいなの、これが夜になると光るっていうちょっと怖くないか。これレコードサイズなんです。そして大鳥は1月の31、ファイナルファンタジー7シリーズスペシャルブック2500円でトートバッグなんだけど、ファイナルファンタジーって、まあ、めっちゃ人気あるのは知ってる。そのね、ファイナルファンタジーからトートバッグが出る。これは、ファンの方は欲しくて欲しくてたまらないのではないかと。クロムハーツ好きなので、クロムハーツと方向性が似てるな。以上でございます。前半は終了。後半行きます。では、後半行きます。年末年始のご挨拶とか、ご連絡とか、去年1年間で雑誌にかけた費用合計して発表したと思いますが、覚えてらっしゃいますか？私1年間で67万円以上かけてましたね。アホじゃんって自分で思って。で、雑誌付録もやたらと買いまくってたから、ちょっとね、そういうのをセーブしようと思ったんですよ。で、雑誌も、この67万の中には、経済誌とかも入ってるから、雑誌付録だけをかなりセーブしても、そんなにね、大幅にダウンっていうか、まあ、10万、20万に抑えられるっていうのは難しいかなとは思うんだけど、ちょっとね、この1年間頑張って、無駄を省いてきたので、いくらになったかっていうのをやってみましょうか。ちょっと、ね、電卓を持ってくる。無印の。遠隔で。今回も雑誌付録と雑誌合計で数字出してるので、はい。まずは計算していきます。お、だいぶセーブしてるね。おー。さあ、私の2019年1月から12月にかけて雑誌の費用合計金額。これは書籍は含まれていません。雑誌だけです。じゃーん。383,502円。はい、去年が67万なんで、去年がアホすぎたっていうのありますけれども、だいぶセーブできました。動画のサブチャンとかインスタとかも含めて、
今後こんな風にやっていきたいな的なお話とか、あとはプレゼント企画のこととか、ライブのこととか、眠くなるかもしれないですけど、もうすでに寝てる人もいるかもしれないけど、まず見てる方がこうどういうのを求めてるのか、何が楽しかったのかみたいなのはこうちょこちょこリサーチしていきます。今でもアンケート取ったりとかして、ご要望をできるだけこう吸い上げるようにしてたり、特にね ASMR は本当もう一番多いし、しょっちゅう来てる。これだけニーズがあるわけだし、私もやろうと思ってるし、やりたいかどうかっていう点なんですけど、あのね、耳がゾワゾワっていうのがわかんないんですよ。だから、なんだろう、その、やりたくないわけじゃなくて、なんでそんなにいいのかが私が理解してないので、そこが一番ネックですね。何をしていいのかがさっぱりわかんないですよね。その想像つけば、あ、こうやったらば喜ぶかなとかいうイメージ湧くけど、例えばなんか咀嚼音がいいとかっていうのを調べると出てくるけど、いやいや食べるとき音出さない方がいいでしょうと思ってる私にとっては、咀嚼音の良さがわかんないんですよね。で、無理っくり自分でかろうじてわかるのは、風鈴の音とか、涼しげなね、あと、こう滝の音、だから、インスタグラムに滝が結構登場するのは、自分なりに ASMR の練習をしてて、滝の音に癒される。まあ、マイナスイオンは昔から信じているというか、実際効果があるし、取り入れてるんですね、生活に。なんだけど、グラスに氷入れてカラカランって、あれもね、すごく気持ちいいんだけど、それかなとか、かろうじてそのぐらいしか、イメージ湧かないんですよね。あの、タッピングしてとかいうのがほんとたくさんあって、じゃあ今日ネイルしてないんですけども、タッピングの良さが分かんないから、トン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 ってやってるのとかね、他の見て勉強したんだけど、なんかね、私にはね、それがすごくイライラしてる人に見えるって、この人イライラしてんだろうとか、そう思っちゃうわけですよ。分かんない。やろうと私は思ってるけども、どうしたらいいのか分かんないっていう段階なんですよね。だから、どんなのがいいのかっていうのを教えていただいて、で、なんかそれをいろいろやってみながら調整する。これはね、すごいご要望が多いのがライブ。ライブもね、ただライブを希望する人とそうじゃない人が真っ二つに分かれているので、ライブは今ね、インスタグラムを中心にやっていて、で、それをダイレクトにしてこの YouTube のサブチャンネルの方にアップしたりしてるんですよ。めっちゃ画質が悪くって、声が、私の求めてるすごいいい映像 4K とか最低 4K では撮ってるんですけども、そこには遠く及ばない。なぜかというと、ライブにしちゃうとどうしてもライブってあの生放送だから、データ量がね、そんなに多く運べないので、画質落ちちゃうんですよね。なので、ライブで、かつ画質よく高画質でっていうのは、比例させられない、なかなか。どうしても反比例しちゃって、画質を優先するのはもう完全に後できちんと編集して、綺麗になったものをアップさせるっていう。これは画質頑張ろうかなと。映像を綺麗なものにしようかなと思うけど、でもまあ今よりマシな画質にはして、ロングでこうトークを残したいなと思ってて、インスタはね、そのアーカイブ仮に残っても1日しか残らずに、かつ皆さんとのやり取りのところが消えちゃうんですよね。1日経つといくらダウンロードしても皆さんの書いてくださった文字までダウンロードできないんですよ。でも YouTube の場合はそれが1日以上残るし、皆さんがコメントいただいて、そのコメントも残るんですよね。だからやっぱり YouTube でライブしたいなっていうのはあるんですよね。今サブチャンネルの話しましたけど、サブチャンの床のトリップってサブチャンがあって、そこでこの前プレゼント企画をしたんですが、その際にこう視聴者の皆さんの相性を募集したんですね。で、相性決まりました。そう、私をサポートしてくださってる方がもうすでにいらっしゃるんですけども、そういったこうサポートしてくださる方をこのように呼ぶということになりました。
はい、これ応募で多かった中で、かつこう使いやすさとかも含めてね決めたんですけど、はい、夏みんです。夏みんは例えばライブ中に視聴者の皆さんとか言っちゃうと、周りにいる人がびっくりするんですよ。って振り向いたりして、周りの人がねこっちに意識が集中してくるから非常にこうやりにくいんですね。なのでもしね夏みんとかって言ったらば、あ、なんか友達のあだ名かなみたいな、そういう友達と会話してるのかなみたいになるかなっていうのもあります。あ、そうで、プレゼント企画をねこの前もやったけど、クリスマスコフレをオリジナルで作ってプレゼントをするっていうのね、もう発送も完了して届いてますね、皆さんのところに、当選者に。2020年もプレゼント企画をやります。タイトル何するかわかんないけども、だいたい私ってそのプレゼントするためだけに買うってことはしてなくて、こう部屋を整理したりするといろいろこう不要なものとか使ってないもの、あと使いたいけども使い切れなくて、でも賞味期限とか消費期限がね過ぎちゃいそうっていうものは人にあげた方がいいから、まあ何でもかんでもあげるってガラクタあげるわけにいかないけども、でそれをねかき集めて、今までもプレゼント企画をやってたけども、同じように2020年もやっていきますが、その中でこの前まで結構化粧品が多かったんですよ。で化粧品って、まあ、日本で言ったら厚生労働省で、海外にもそれぞれ厚生労働省的なお役所があって、で私のチャンネル割とね日本の人以外からも、日本以外からも見てくださってる方が多くて、日本語で喋ってるんだけども、多分ね日本語がわかる海外に住んでらっしゃる方が見てるっぽいんですよね。アメリカ、台湾すごい多いですね。あとは東南アジア、タイ、マレーシア、タイ、シンガポールとかも多いかな。でその後に、まあ、韓国で、おそらく中国語で書いてたりとかするから中国だと思うんだけど、中国って YouTube 見れない形式上は、なんかね裏テクがあって見ようと思えば見えてる人もいるのかもしれないけど、ただなんか中国語で書いてあるから、もう中国系の方も見てくださってるのかなとは思うんですけども、そんな感じでプレゼント企画も日本国内だけじゃなくて海外にも送りたいんだけど、さっき言った厚労省とかいうのがその国で使っていい化粧品の成分っていうのがあって、日本では OK だけどこの国では使っちゃいけないものとか反対のものもあるんですよね。で日本でプレゼント企画やって海外発送しちゃうと、その国で使える成分かどうかわかんないんですよ。日本向けで作ったコスメなので。でプレゼント企画ってまだそのこのコスメにしようって言って発表した段階では当選者決まってなくて、これから当選するために応募してくるわけだから、この子が一体どこの国に行くかはもちろんわかんないわけですよね。でそうなると各国で法律が違うので、ってこともあってコスメは日本国内までしか発送しないっていう、そういう抽選にしてるんですよ。でももちろん食べ物は もちろんダメなんだけども、バッグとかそういうのだったらば海外発送もできるし、今までも海外にプレゼント企画の当選アイテムを発送したことはあります。でこの前まではコスメ系多かったけども、またねそろそろコスメ以外のものとかで海外発送もできるものもプレゼント企画に盛り込むようにしますね。まあ、なんだろう、偏らないようにっていうか、まあコスメも入れるけども、コスメが入ってないものもコース作ったりとかして、で海外の人も当たるような感じでもうちょっとね考えて構成していこうかなと思ってます。でサブチャンでプレゼント企画やる、サブチャンはの下の概要欄にリンク貼ってますので、もし気になる方はチェックしてみてください。でリクエストが何かあればコメントでください。あとねこの前もサブチャンであったんだけど、リクエストって動画のネタだけじゃなくて、例えばあこの音楽好きとかいうのがあれば
何分何秒あたりとか数字書いてこれ好きとかそういうのがねあれば、私もそのご要望が多い反響があった曲はその後もできるだけ使うようにしたりとかするので、音楽って重要ですよね、気分上げるのに。だから心地いいなっていう音楽があったらば、それはもうご遠慮なくコメントで何分何秒のこの曲好き、気持ちがなこう上がるからとか落ち着くからなのか、ね、そういうのを入れていただければ今後もそれを意識して構成していきますので、OK、うん、はい、じゃあそんな感じで2020年もよろしくお願いいたします。はい、では Thank you for watching. See you next video. Bye.